皆さんこんにちは。ホタル VS トマト始まってます。さあ始まりました、ホタル VS トマト。以前は何でしたかね。以前もこういうのありましたね。ブロッコリーじゃなくて何だったかな、何か忘れましたけど、ホタルミニトマトと必ずこうやってバトルを繰り広げます。一体どういう心境なんでしょうか。これがね、僕たちが取りに行こうとしてるわけでもないのにこう、ね、こう格闘するんですね。まあ、ちょっと食べにくいっていうのはあの毎回あの思ってるんですけど、それでも上手に食べれなかった。それでもね、この後上手に食べますんで、ホタル詰まる心配もなく、しっかりカッカッと噛んで絨毯をトマトの汁で汚しながら食べておりました。ついにですね、199話までホタルの光来てしまいました。おそらく年内200話いけそうな、まあ行くのは確実だと思います。いや今年、いや去年の今年かな、年明けだったかな、100話行ったのは雪の上で、初めてホタルが雪で、雪の上を走る動画が確か100話だったと思うんですが、あの時もああもう100本動画を出したんだなと思って、で、タイミングよく雪が降ったので、すごくホタルも初めての雪っていうことで印象にすごい残ってます。で今回200話はどうでしょうね。まあ200話100話ずつ特にまあ毎回毎回思い入れがないといけないというわけではないんですが、このまま僕は1000話まで行くつもりでホタルの光を更新していってますんで、まあ、200話は、まあ、通過点でしかないわけなんで、まあ、普通の動画になる可能性もありますが、ちょっとねいつかこうライブみたいなのもねやりたいなと思ってるんですけど、まあ、そうなると僕たちも、まあ、僕もマサヤも顔出ししてるんで全然いいんですけど、まあ、ちょっとホタルだけ出すっていうのもちょっとあれなんで、いつかライブ配信っていうんですか、ああいうのもやってみたいなと思っています。200話でするかどうかちょっと分かりませんけど、これ今箱で遊んでたホタル、あのソファの下にシュッと入っちゃって不思議な顔してます。あれなくなったんだけどっていう、首かしげてますよね。今遊んでたのなくなっちゃったんだけど、ソファーの下にあるのに、ホタル、ここよ、ここにあるよっていうね。ホタル、これはねちょっとしっかりした箱で、しかも真四角なので、これはさすがに噛めませんでしたね。さすがにこれもしかもちょっとツルツルして、あでも手で上手に固定して、でもやっぱり多分噛めませんね。でこれもまあ紙なんで後で取り上げちゃいましたもん。あそういえばどうですかね、最後のエンディングので、今回またちょっと実は変えました。前回のはなんかちょっとしっくりきてなかったんで、今回も微調整でして少し変えてみました。あ新しいのができた。こういう新しいものにはすごい喜んで遊びに来ますね、ホタル。さあ199話もこれでおしまいです。あれそれダメなの、ホタルそれダメ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。